関東南部は雲が多いですが晴れるタイミングもありそうです。予報センターは川端さんです。川端さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、現在の関東ですけれど一部弱い雨降っているようですね。はい、そうですね、はい、こちら現在の様子見ていきますと、関東周辺全般に雲の多い天気となっていまして、特に千葉県内ですとか茨城県の南部ですね、ポツポツパラパラとこう弱い雨のご報告をいただいているような状況です。はい、この後も曇りの空が続くのでしょうか。はい、そうですね、はい、午前中を中心に少し雲の多い空模様となりまして、一部弱い雨の降るところがありそうです。はい、この先の予想を見ていきましょう。はい、こちら朝8時から見ていきますと、関東周辺ですね、この灰色の表示、全般に雲の多い空模様となります。ただお昼頃になってきますと、だんだんと北部の方から晴れてきまして、そして午後の時間帯見ていきますと、千葉県内少し雲の多い天気となりますけれども、晴れ間の出る時間帯もありそうです。はい、このように関東周辺も日中の時間帯晴れるところ多くなってきそうなんですね。はい、では改めてアイコンでも確認していきましょう。はい、こちら天気アイコンで見ていきますと、全般に曇りのち晴れという天気アイコンのところが多くなってきます。はい、日中は各地晴れてくるところ多くなってきそうです。はい、そして、気温注目して見ていきますと、東京の最高気温今日11度ですね。昨日と比べまして2度ほど下がりますけれども、2桁までこちら上がってきますので、日中は晴れて過ごしやすい体感となってきそうです。はい、分かりました。ぜひ最新の気象情報をお天気アプリウェザーニュースの方でもご確認いただけます。ぜひご活用ください。